お疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日もですね、夜中からずっと遊んでおりまして、で、まあ前回ね、モスリミテッドでね、いろいろ聞いてたと思うんですが、で、今日もね、モスリミとかその辺のね、もので遊んでいました。で、なんかね、ちょこっと物足んなくなっちゃって、で、まあこの今ここにありますね、 DA-α607i というね、DA コンバーターをね、引っ張り出してきて、モスリミとかにつなげて聞いていたんですが、まあなかなかね、いいも悪くもあんまし変わんなかったのがすごいなというふうに思いましてね。で、急遽、わかりやすいアンプを引っ張り出してきました。607DR です。はい、山水の 607DR をね、引っ張り出してきました。まあ、モスみたいにちょっとね、脚色のある感じではなくて、シャープで力強くなるアンプなんで、比較的ね、物の比較をするときにね、分かりやすくていいかなと思って、時たま使っております。で、まあ 607DR なんですがね、オプションのサイドウッドがついていまして、ブラックフェイスでね、私のお気に入りのアンプです。で、隣にある607のモスプレミアム、モスのアンプで、ね、ブラックとゴールドになってると思いますが、まあそれと全くフェイスはね、同じになって、近くで見ないとね、わかんないくらいじゃないかなと思います。はい。で、まあ今日ですね、まあつなぎ替えたりしてね、遊んでいたんですが、GT-CD1 からね、607DR に入れて聞いていました。で、まあそれはそれでね、いい音なんですが、と DA-α607i にね、 DA コンバーターにデジタルで入れまして、それをそのままアウトさせたのをパワーアンプダイレクト 607DR のね、パワーアンプダイレクトに入れてつなぎ替えて聞くと、あんまし変わんないんですね。最初ね、なんだ変わんないじゃんと思ったんですけど、悪いものを接続すると、まあもちろんオーディオなんでね、好みじゃない方向に行ったりしちゃって、まあバランスが崩れたり、自分の中のね、バランスが崩れて、なんかこの音嫌だなと思ったりするわけじゃないですか。それがね、あんましわからなかったんですね。っていうことは、GT-CD1 の DA コンバーター、内蔵のコンバーターと同じぐらいの能力があるんじゃないかなということでね、今日ね、皆さんに聞いてもらいたくなってしまった次第でございます。で、まあね、フルに通すと音は変わります。拍手ってこっちのボリュームとか通ってしまうんで、まあその分の脚色がついたり劣化があるのかないのか、ちょっとその辺は詳しくは分かりませんけど、音は変わってしまうんですが、出したのを、まあだから要は同じ条件で使うってことですね。607DR のパワーアンプダイレクトの1に、アナログ出力させた GT-CD1 からアナログ出力させたものを、まあ普通に CD プレイヤーとして使う状態を、パワーアンプダイレクトの1で行っております。で、パワーアンプダイレクトの2にね、切り替わると、デジタル出力をさしたものを DA-α607i に入れたものを、アナログ変換したものを、607DR の、パワーアンプダイレクトの2に接続しているんで、使うのもボリュームもこの 607DR だけになります。まあだから DA コンバーターを GT-CD1 の中のものを使うか、トランスポートとこちらをして、DA コンバーターは607のものを使うかということになります。はい。で、まあさっきほどまで聞いていましたが、まあなかなか良くって、で、カタログね、あったんで、カタログ、で、まあこのね、607、まあ DR はもうちょっと後の91年ぐらいだと思うんですけど、607i とかね、907i のモデルの時代のものですね。
でまあこう見るとね、907i とかね、カタログ見ると懐かしい、19万8000円だったんですよ。すごい安いですね。で707が129,000円、129,000円で、607i が79%だ。この79%すごかったですね。発揮しすぎてすごかったですね。はい。で、DAα607i、 これですね。これ、この部分ですが、これちょっとこの辺にね、出そうと思います。はい。このカタログ、 DA プロセッサーをなぜアンプに内蔵させないか、ここでそれを明らかにしたいなんてね、見出しになってますが、まあ今ですとね、アンプにね DAC が入ってるっていう、まあ高性能のね DAC が入ってるっていうことで、今だったらねすごく売れるんでしょうけど、昔はですね DA コンバーターとアナログとデジタルは切り分けるというね、信号経路も必ず切り替えるとね、そういう教えがあったんで、まあね、そこでねみんな結構抵抗があったんでしょうね。私もそうですけど、今なんかねごっちゃごちゃですけど、昔はね電源経路も別にしたりね、差し込み口をね、まあメインブレーカーは一緒ですけど、小ブレーカーのね20アンペアの家庭用のブレーカーの行き先はデジタルとアナログで分けたりね、まあそんな風に、まあ今でもね一応分けるよう分けてってなってますけど、もうね最近はあんま関係なくね、まあぶっ刺しちゃったりしてますけど、まあそれぐらいね皆さんね神経質だったと思いますね。はい。動画見てくれてる方でもね、なかなかねそういうやっぱし多かったんじゃないかなと思いますね。はい。やっぱね自分の胸に手を当ててね、ああ当時俺神経質だったなって思う人もね結構いるんじゃないかなとは思います。はい。まあそういうね教えで育っちゃってるんで、まあね今となっちゃ全然ね、デジタルがあろうが何だろうが、デジタルがなかったらねオーディオは発揮してもできない時代になってしまってるんでね、まあデジタルとアナログは切り分けるみたいな時代だったんでね、住み分けをさせようみたいなね。でまあなんかあればアナログとデジタルの干渉干渉って、いや確かにね昔のデジタルとアナログをね一緒にすると拍手して、ね、音が濁ったりね、そんなのがあったんですね。でも最近はねもう耳も良くないですし、いやわかん鈍感になっちゃったんですかね、気づかないっていうか、デジタルがすごすぎるんですね拍手ってね。もう一個のカタログね、もう一個のカタログの DAα をね、紹介しましょう。デジタルの魅力がフェイスに光る、まあね、これね DAα607i 69,800円。だから当時の607i が79%だったんで、このデジタルコンバーター DA コンバーターねのまあセレクター&ボリューム付きっていうだけで69,800円するんですからね、すごい高級っちゃ高級っすね、こんなね。まあだけどですよ、この間言ったんですよ、 CX1 万よりこっちの方が全然いいですこっちの方がいいです、もうねこっちの方が可愛い、本当にね、あこっちの方がいいな全然いいな。うん。でまあこれからね曲を聴いていこうと思うんですが、一曲聴いたら一曲もう一回同じのやる感じにしようかなとね思います。で今ノーマル1パワーアンプダイレクトノーマル1なんで、これが GTCD1 の音です。はい。でこれを切り替えるノーマル1ノーマル2にね切り替えると DAα607i の音になります。はい。まあそんな感じで切り分けてね聞いていこうかなと思います。はい。それではね始めていきたいと思います。ちょっとね
編集があれなんでね、このまま一発撮りで、皆さんに公開してしまいますが、ご了承ください。はい、DA コンバーターの方にね、切り替えていきたいと思います。で、まあ回しますね。はい、これで切り替わりました。で、これは、GTCD1 がトランスポートになって、DAα607i の DA コンバーターを使うことになりました。じゃあ同じ曲いってみたいと思います。Thank you.
はい、お聞きいただきましたけど、なかなか頑張りましたよね、607。このね、この DA コンバーターですけど、まあ最初はね、なんだこんなのと思ってたんですけど、まあ、俺もしかしたらね、良くなるんじゃねえのと思って、まあ所有してるわけなんですけど、やっぱね、今カタログ見てたら、507、あの Aα507i っていうプリメインアンプがあるんですけど、これがね、59,800円なんですね。59,800円で、まあ、ここに出てますけど、59,800円なのに、DAα607i が69,800円で、で、607が7キッパだっけ、AUα607i がね、79,800円なんで、これ結構ね、もしかしたらね、ちょびっと高いんですよね。入ってるものから比べたらね。だから、高級品ではないけど、まあ、プリメインアンプ1台分ぐらいの DA コンバーターなんで、まあ、それなりにね、よくできてるんだなとね、思いますね。で、まあ、多少ね、少しね、おとなしくなるのかなと思うんですが、こっちをね、通すと。まあ、だけど、まあ、よくね、できてるんじゃないか。まあ、それが好みなんで、まあ、もちろんね、物をつなげれば音が変わるっていうのが当然なんで、まあ、好みでは、これ結構ね、いいなってね、思ってます。はい。だから、今度、本当のトランスポートを持ってきて、出してきて聞いてみましょうということの、になりました。はい。やっぱし、まあね、CD プレイヤーのデジタル出力からね、出したっていいんですけど、やっぱトランスポートね、なんか自作のトランスポートがあるんで、まあそれを出してきて、これにつなげてね。で、CX1番につなげて、まあ両方聞いてね、CX1番をコテンパンにやっつけようと思います。はい。結構ね、面白かったかなと思いますよ、今日の遊びは。はい。夜中からやってきて、まあこれをモスリミとかでやってたんですけど、モスリミとかだと、ちょっとモスリミがね、綺麗すぎて、脚色しすぎちゃって、なんか、何が何だかね、わかんなくなっちゃったんですよ、自分でもね。で、まあ、やっぱしね、この20キロ以下のアンプって、遊ぶのにやっぱいいですね。持ち運びもいいですし、まあ、ちょっと30キロ近くなるとね、腰も痛いですしね。はい。まあ、そんな感じで、607DR もね、かなり検討したんじゃないかなと思います。はい。まあ、また次回ね、なんか、いろいろね、やっていこうと思います。はい。今回もご視聴いただきまして、ありがとうございました。